はいどうも皆さん、バンオワニチアイスケです。ということで本日は11月の8日ということで、はい、あの作品ソニックフロンティアが発売でございます。はい、まさかのソニックがオープンワールドで楽しめるなんて。はい、まあソニックといえばね、マリオみたいなああいうアクション系のゲームなんですけど、マリオよりも激しいんですけどね、もうスーパースピードで、はい、ああ、イスゲはまあ得意なジャンルではないんですが、まあオープンワールドとなると話が違うということで、はい、早速ソニックフロンティア、まあ謎解きとかね、ボス戦とか、あとスキルとか技の組み合わせとかね、いろいろあるらしいんで、まあそこら辺をね、まあなんだろうね、あんまり慣れてない人に分かりやすく説明とかしつつ、こうやったら面白いんじゃないかっていうのを伝えられたらいいなと思います。ということでソニックフロンティアやっていきましょう。なんだなんだ、来たソニック。 L を使ってソニックを動かしてみましょう。スティックより大きく倒すと進むスピードが速くなります。 R に押しながら移動するとスティックを出した方向に向かってブーストを移動します。はいはい、こういうことだね。来たソニック、ソニック感出てる。あ、なんかえいよくないよくない、スピーディーに行こう、スピーディーに、ポンポン、ぐる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 、ポン、でこれ踏めばポン、はい、あ、はいはいはい、そういう感じ。四角でホーミングアタック、はい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 、ジャンプ、オーマイガード、ジャンプ、これもホーミングアタック、ホーミング、ホーミング、ホーミング、いけない、ホーミング、ホーミング、ゴー。いや結構操作難しいぞ。ウィーン、まっすぐ。そして、ジャンプ。オッケー。 B。 遅い。さあ、コインのことを考えずにスピードだけ重視。スピードだけ、はいはいはい、スピードだけ重視、グイーン、オッケー。さあこれですだろう。よーしよしよしよし。さあこれ分かりましたよ。全部一気にクリアしなくてもよくて、一個ずつクリアしていけば OK っぽいですね。ってことでエースゲット。よし、これで先に進めるぜ。さあ、まあそこに敵がいるんでホーミングアタックで倒していけと。 OK、 神兵かっこいい。スキルピースは実などいろいろなものをドロップします。スキルポイントになり、たまるとスキルを習得できるようにソニックを強化することができます。スキルとかいいよね、ワクワクするの。これだね、スキルピース。どんなの覚えるんだろう。ここら辺とか行ってよさげだね。早速、あーちょっと危ない、ビューン、いいね。で踏んで、オーケー。なんか遺跡、なんか出てきたよ。さっきのやつよりは強そう。ナノが4体、なんで1体だけずれてきた。あ、隊長か、小隊長ですね。1、2、3、4。あ、でも一撃なんだ、いいの一撃で。あー、そういうパターン。うわー、なんかいる忍者。何や忍者って。ロックオンを使って守護神を倒す。島の上には特有の攻撃パターンを持つ守護神があります。守護神のターゲット表示中に R を押し込むと中止点をロックすることができます。はいはいはい、ロックオン、これがロックオン。あ、いいね、痛い痛いです。
回避ね。R1 で回避っぽいね。はいはいはい。お、はい。ああそういう感じ。OK。あ、結構爽快。気持ちいいかもしれないこの戦い。守護神を倒すとポータルゲアを落とします。これはゲーム進める上で重要なアイテムなので。ああ、これか、ポータルギア。オープンセサミー。スキルを習得。画面右下に溜まったポイントを使ってスキルを習得。ソニックを強化しましょう。どうやって習得するんだろう。お、来た。再ループを取得する。あ、取ったの。移動しながら三角長押し、ファントムラッシュ。あ、取れるんだ。コンボメーターがマックスになると通常攻撃がファントムラッシュに強化されます。技の威力は 1.2 倍。エアトリック。空中ソニックがキラキラ光ってる時にエアトリックを出すことができます。スキルポイントを取得できます。ソニックブームかっこいい。空中で L2、 コンボ中に L2。 こっちかな。サンダーラッシュ。高速でジグザグに曲がって突進する攻撃を発動することができます。空中で L1 近く。なんかいっぱいあるな。習得済みバトルスキルがコンボ中に自動で発動するようになります。オートコンボ使用中はダメージ補正がかかります。フォーミングショット。光の弾は一斉に敵に射出する攻撃を発動することができます。こんな取っていいの最初で。ストライクブーン、かっこいい。お、なんかいるぞ。サイループは敵にも有効です。はい、囲めばいいんだね。ダッシュ、グイーン、いけー。はいはいはい。ソニックブーム。あ、そうだ。これ足りないんじゃないかな。足りる？なんかあと1個必要っぽいけど。つなげるには力が足りぬ。はいはいはい。歯車が絡む。奪ったものを見つけ取り返すのだ。おー、出てきた。ボスっぽいね。タワーまんまだな。シャイコが、ボスだ。回避を使うには R を押し込んで敵視点をロックした状態で R1 また L1 を倒します。回避は通常の移動よりも素早く敵の攻撃を避けることに特化してます。ジャンプ中の場合は中視点をロックしてなくて R1 を倒す。ああ痛い。説明なんか聞くから。で、グイーンで、オッケー、アタックアタックアタック。はい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 。ファントムラッシュみたいね。おら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 。ダメージ食らってんのかな。オッケーオッケーオッケー。ソニックブーム。間違った。ソニックブーム。さあさあ、グイーン、くれ。はい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 。これか。なんか出た。なんか出た。さあ、ってことでリング獲得。思わぬところで
ライトニングなんとか出たね。さてことでここに置けば発動するっぽいんでやってみよう。多分またミニゲームみたいの遊べるんだろうな。そうそうそう、まだ全クリしちゃいますか。了解。さあ行きましょう。あーこれエッグマンが吸い込まれたやつだな。そういえばおー急に始まったよしよしよし、はい、上行って、はいはい、下行っちゃう、グイーン、上に行く、はいはい、上に登る、はいはい、オッケー、はい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 、おお、はい、よいしょー、よくわからん、むずい、はい、さあということで攻略法を見つけました。はい、真ん中の方でね敵を飛び越えられるんで、それができればかなり成功するかなと、成功というか55秒出るかなと思います。さあまずここら辺、こっから下ですね、こっから下で、ここが大事で、こう、そう、この飛び越えができて2段目から入れればだいぶでかい。これで55秒圏内には入ってるんで、こっからミスがなければだいぶいいけど、ちょっとミスったね。さあここ乗る、はい、 OKOKOK で、ここはブーストかまして、はいはいはい、いけ、よし来たんじゃないこれ、ちょうどでしょ、やったやったー、マジでもう1時間ぐらいかかった、よしよしってことで、いやー疲れたいやでもね、操作覚えると面白い系ですね、あのベヨネッタに近いものすごく難しいんですけど操作、でも慣れたら面白い。だから戦闘今はただね、あのレースというかね、まあスピードのやつだけしかやってないんですけど、戦闘面もね慣れたらかなりスピーディーで面白いと思いますんで、こっから先も動画バンバン上げていきますんで、よろしくお願いします。ちょっと短いですがご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。